全塚古墳室土長持ち形石棺大阪府立地勝アスカ博物館展示石棺とは意外を収める棺を石材で作ったもの本校では古代日本における石棺について説明する棺には石棺の他に壺棺、亀棺、木棺、陶棺,棺、棺質棺,棺,棺などがあるそのうち石棺は最も堅牢で密閉性に優れ意外の保存に適している 縄文、弥生、古墳の各時代に作られ使用された。石棺には天然の扁平な石を組み合わせただけのやや小型の箱式石棺と石材を加工した大型の石棺とに分類することができる。箱式石棺は大陸でも見られ、縄文時代後期に東日本で広がったものと弥生時代初期に稲作と共に北九州に渡来したものがある。大型の石棺は 弥生時代にも散見されるものの、ある時には古墳時代の特色とされている。大型の石棺には石材をくり抜いたものと組み合わせたものがある。くり抜き式の先竹形石棺、船形石棺、組合式の箱型石棺が4世紀後半に現れた。5世紀には、組合式の長持ち形石棺が近畿中央部を中心に広がり、中部、九州や山陰北陸、 関東などでは、船型石棺が発達した。6世紀には、近畿、九州、山陽、山陰、東海、関東の一部に、地方の特色を備えた、独自のり抜き式や、組合式の家型石棺が、盛んに用いられ、7世紀に入っても一部で継続して、使用された。秋田県北秋田郡田城町本郷史跡館遺跡で動き、発見されている。 石棺を包含する土層と周辺から出土した土器からこれらは晩期の下推定されている。青森県久原山の峠遺跡では6基発見されている。ありがとうございます。